さあ、自立を強める東アジア第1回目今回は激動の中華人民共和国毛沢東の建国から初期の国内政治外交に注目していきましょう今回のポイントは大きく2つございますまずはこの2つのポイントを確認していきましょう1点目がこちらです。毛沢東の暴走 ソ連や近隣諸国との関係が悪化していく様子を勉強していきます。そして、二点目がこちら。毛沢東、なんと失脚します。国内改革に大失敗し。およそ二千万人以上の餓死者が発生することになった。毛沢東の政治大失敗を見ていきたいと思います。さあ、今回は、この二つのポイントに沿って。 激動の中華人民共和国一緒に勉強していきましょうポイントの一点目です毛沢東の暴走中華人民共和国を建国した後の毛沢東一体どういう暴れっぷりをしたのか見ていきましょうさあ皆さんまず確認です第二次世界大戦後日本が負けました 日本が中国から撤退していきますすると中国の主導権をめぐって共産党の毛沢東と国民党の蒋介石が戦いました国境内戦ですそれに勝利した毛沢東は中華人民共和国の建国を宣言戦後の中国は社会主義国としての道を歩んでいきましたそのため同じ社会主義の国ソ連と 中ソ友好同盟相互援助条約を結び日本やアメリカと戦争になった時のことをシミュミレーションして作った軍事同盟ですこのようにですね戦後の中国はソ連にくっついて動いていくかに見えましたしかしながらこの後中国とソ連の関係は微妙になっていくんですねそれがこちらですなんと 中蘇論争中蘇対立というのが発生しますこれはあのソ連スターリンが死んでフルシチョフ書記長が就任しますあのフルシチョフの平和共存政策によるアメリカとの接近に中国が反発したんですねなんだ急にソ連は何を考えてるんだ毛沢東は焦りました 考えてみてみくださいだって今中国、毛沢東がここにいますすぐ目の前には資本主義の台湾と韓国がいてさらに隣に日本がいてこの向こうにアメリカがいるんですよ。こんだけ資本主義地域に囲まれて何を言ってるんだと。 仲良くしようじゃないよ毛沢東はこのフルシチョフの路線に反発中国とソ連の関係が悪化していきますしかもキューバ危機以降は公開論争へと発展していきますもう名指しで文句言うんです今の中国はダメだいや今のソ連はダメだ名指しで文句を言う形に発展してしまったということですそしてさらに毛沢東は 中華人民共和国の領土拡張も兼ねてこちらを見てくださいチベット反乱引き起こしてしまいましたちなみにこのチベット反乱というのは何かというと当時チベットにいた仏教僧侶彼らを中心に毛沢東の中国から自立を求める反乱を起こしたんですね実はチベットというのは二十世紀になって ちょうどあの震で震害革命が起こる頃独立を勝ち取ってた国ですそのチベットを毛沢東が併合しましたなんで俺たちはまた中国に支配されなきゃいけないんだ俺たちはチベットの人間だ中国の人間じゃないぞこのような形で反乱を起こしたんですしかしながら人民解放軍という中国の軍隊に潰されてしまいチベットのリーダーであった ダライラマ十四世は泣く泣くインドに逃げたんです中国側はこのダライラマの引き渡しを要求しますおいインド今すぐよこしなさいダライラマを今すぐ中国に渡しなさいこれをめぐって中国とインドなんとこちら中印国境紛争という形で武力衝突してしまったんですねなんと毛沢東の時代 ソ連と対立するだけではなく、南のインドと関係が悪化していく。ちなみに、この中印国境紛争というのは、中国側の勝利で終わります。インドとの関係がギクシャクし始めるのは、ちょうどこの頃からだったんですね。ソ連と対立、インドと対立。まさに毛沢東暴走の時代でございます。 ポイントの二点目ですさあ中国では毛沢東が失脚する瞬間がやってきます一体毛沢東何をしでかしたのか見ていきましょう外交面ではソ連との関係が悪化インドと対立を深めていく中毛沢東が中国国内で取った政策には大躍進という政策があったんですね 通称第二次五カ年計画といいます毛沢東は工業農業の急速な発展を目指しこの大躍進というのをスローガンに掲げて改革を行ったんですその際設立したのが人民公社といいます農村部における生産活動と行政教育活動などを一体化ちょっと言葉が難しいかな なかなかイメージが湧かないと思うのでちょっと噛み砕いいてて説明していきますつまり今までの農村に対して農作物を作るだけじゃなくて全てやりなさいと言ったんです鉄を作るのも石炭を掘り出すのも全部農村農民たちがやりなさい農作業をしながら鉄を作る仕事さらには学校の運営それだけではなくて鉄工業や 造船とかそういうあらゆる産業も全ての農村に任せていったんです大変ですよこれだって農村の農民たちって農作業しなきゃいけないじゃないですかそれをしながら同時並行で鉄を作ったりするんですよ忙しいにもほどがりますなのでこの人民公社を設立したんですが農民たちは完全に疲弊しきってしまいました疲れてしまったんですね そんな一気に言われても無理だよそのためこの大躍進は早くからうまくいかない雰囲気が漂っていたんです農民たたちが疲れ切っていましたそれに加えてソ連と喧嘩したため中祖技術協定を破棄されてしまいますおい中国ソ連に逆らうぐらいだったらお前らの国に送った技術者全員引き上げさせる。 戻ってこいもう中国なんかに力は貸さないと言ったんです。中祖技術協定の破棄に加え不運なことに大規模な自然災害が発生してしてままいますなんとこれによって大躍進は大は失敗に終わった餓死者数2,000万人いや3,000万人とも言われてます。 それぐらいの中国国民が大量になくなってしまったんですねこのように毛沢東は大躍進にこけてしまったため人々の前に姿を表すことができなくなりますそのため毛沢東は国家主席を辞任公認にこちらです劉少奇という人物を当てて調整政策を行わせます 大躍進の失敗の尻拭いをさせたんです。国家主席、劉少奇。そしてこの劉少奇を支えたのが鄧小平と言います。劉少奇と鄧小平は。大躍進の失敗後の中国。立て直すために。資本主義経済の仕組みを導入します。つまり。余った農作物を売って儲けていいよ。頑張った分だけ。 評価されるシステムを導入したんですこれによって農業生産力が徐々に回復大躍進の痛出から劉昌期と東昌平のおかげでなんとか中国は立て直していったんですさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう 今回は大きく二つのポイントに沿って説明をしていきましたまずポイントの一点目では中華人民共和国を建国した毛沢東の暴走です特に外交面において中国の毛沢東は暴れっぷりを見せてくれたんです最初中ソ友好同盟相互援助条約というのを締結しソ連にくっついていた中国ですが ソ連のスターリン批判平和共存を受けてなんとソ連と仲悪くなります毛沢東はソ連の平和共存政策に強い反発を示したことになりますもうソ連とはやっていけないこの後中国とソ連の関係は悪化していくんですそしてさらに チベット反乱きっかけに当時のチベット仏教のリーダーであったダライ・ラマ14世がインドに亡命するとダライ・ラマの身柄引き渡しをめぐって中印国境紛争というのが発生します中国とインドはこのダライ・ラマの引き渡しをめぐって中印国境紛争を引き起こし ソ連だけではなくインドとの関係も悪化させたんですこれが毛沢東の初期の外交的な暴走の時代です。そして国内政治を見てみるとこちらなんと毛沢東が失脚していきます実は毛沢東中国を強くするために第2次5か年計画この時のスローガン「大躍進」。 工業面や農業面の急速な発展を目指し毛沢東は人民公社というのを設立中国の発展に力を入れようとしましたところがこれは中蘇技術協定が破棄されたことや大規模な自然災害によって大失敗に終わる多くの餓死者を出してしまった 毛沢東は人々に合わせる顔がないんです。そのため国家主席を辞任し、一時表舞台から退きます。毛沢東の大失敗の尻拭いのために。調整政策として国家主席。劉少奇という人物が。登場します。鄧小平の。サポートを経て。劉少奇は。 資本主義経済の仕組みを導入しある程度の農業回復農業生産の回復に成功したと言われていますこのように建国時の中国というのはソ連やインドと対立を引き起こすし国内に関しても経済がボロボロこのように戦後の中国は波乱万丈な道を歩んでいったわけですそしてこの次の授業では なんと毛沢東が復活しますそして毛沢東復活の時期に中国は暗黒の時代へと突入していく一体どんな暗黒面があったのか当時の中国を一緒に勉強していきましょう